長崎の今をしかとご覧あれ。身近な長崎。県内では毎年新しい特産品が誕生していますね。そうだね。魅力あふれる長崎県産品を多くの人に利用してもらうために県ではさまざまな取り組みを行っているよ。その一つが特産品新作展です。特産品新作展は新しい特産品の中から優れた商品を表彰するもので、県民に広く紹介するとともに県内事業者の開発意欲促進のために毎年開催しています。4つの部門で最優秀賞と優秀賞が選ばれ、その中で最も優れた商品には県知事賞が授与されます。また観光客向けや手土産として優れた商品には長崎手土産大賞が授与されます。令和5年度はどんな商品が選ばれたのか見てみよう。カーリーさん。はい、カーリーです。特産品新作展の表彰式が行われています。86点の応募の中から県知事賞に輝いたのは五島椿蒸留所のごとじんです。五島特産の椿の実を使ったクラフトジンで、高級感のあるパッケージとボタニカルな香りが高く評価されました。五島椿蒸留所は県外から移住してこられた皆さんで、令和4年に開業されました。今回このような賞をいただけて本当に嬉しいです。五島列島の半泊っていうところでお酒を作るって決まった時に、そこの土地 の風景、海の色、風、それから旋風キリシタンの方々のそういう慈しみの気持ち、すべてお酒に込めたいなと思いまして、そういうスピリッツジンを作ってます。早くですね、こう世界にチャレンジしたいなというふうに思ってまして、できるだけ今年中に海外展開できたらいいなというふうに思ってます。最優秀賞を受賞したのは、魚介と豚骨の濃厚スープが特徴の長崎あごだし魚介つけ麺。そのぎ茶を贅沢に使用しためっちゃイケてるそのぎ茶プリン。波佐見焼のウォーターボール、フードボール、ブルーセットです。長崎手土産大賞には、焼酎の飲み比べができるミニボトルのアソートセットと、カステラとテリーヌを組み合わせた長崎カステリーヌが選ばれました。長崎カステリーヌは長崎市の老舗洋服店田中屋が考案し、同じ市内のフランス菓子店ブループリントが製造しています。伝統的な作り方を守って、異なる、食感を楽しめるお菓子になっております。こだわったところは、長崎の太陽卵を、使っているところになります。無添加で、こだわった卵を使っていることで食感もですし、あと一つ一つ の香りとかも楽しめるようなお菓子になっております。田中さん、特産品新作展に出品したきっかけを教えてください。はい、私たち実はもともとお洋服を作っていた会社なんですね。ものづくりの DNA が会社の中にもあって、そんな私たちが伝統のカステラに何か一つ工夫をして新しいスイーツができないかと思って応募いたしました。今後はカステリーヌをより多くの方に知っていただくということ、そしてまた新しい商品も引き続き開発していきたいというふうに思っております。特産品新作展で選ばれた商品をぜひご利用ください。自宅用にはもちろん、お土産や贈り物にも県産品を活用してもらいたいですね。うんうん、みんなも長崎の味をどんどん PR してほしか。しかなくに。